すごい。すごい。あ、こんにちは、ガッちゃんです。むっちゃんです。今、四国カルストを一望できる天狗高原の方に来ています。ここっぽいね。これが。ああ、ここだ。すごいところに来ちゃいましたよ。さあ、山の中を走り回りながらやっと着きました。はい、ここはここね、湯気神社っていうところで、はい、行ってみたかったの、どうしても、はい、特徴的なものがあって、それが何かと言いますと、この後お見せします。あ、いやいやいや、わー、すごい、じゃじゃん、ほうほう、そう、この木のね、橋を渡って神社に行くんですよ。珍しい感じのとこだね。行こう。本当だ、神様がいらっしゃるっていうのが分かる気がするね。すごいのどかだね。空気感さ、全然違くない？違うね。ほら、空気変わったの、今のところ。そうそう、ここで違うんだよね。うん、うん、不思議。割とすごい道を進んでいるんですけど、うんうん、あのね、うちさっきからね、うん、道端の切り株が子熊に見えて、それはドキッとするねこれまた可愛い子熊がコロッといるように見えた。いやいや、子熊の近くには親熊がいるから。まあまあ、いるよね、いるよねそうだよね。割とハラハラしながら今登ってるすごいな、これ山の向こうとかがすごい見える。もういやー、一カーブするごとにさ、すごい高くに来てるのが分かるね。これもう頂上に近いのかな、うん、多分最高。結構1400何メーターだっけ、ね、結構視界遮るものがなくなってきたね。一足じゃないと分からなくなってきちゃった。すごいよ。ほら、こんな近くまで。すごいね。あと半分ぐらいで天狗だ。天狗岳、天狗高原。今、四国カルストを一望できる天狗高原の方に来ています。多分一番標高が高いらしくて 1400m 超えるぐらいということで、すごいところです。もうね、
何もない、自然以外何もないって感じ。うん、なんかすごい自分ってちっちゃいんだなってなんか本当に身をもって教えてくれる感じの絶景が今ここにあります。見てくださいこれ。これすごいね。一応カルストってなんか何なのかなと思ってたら、なんか石灰岩、まあ、要するに太古の時に白線で引いてたのが石灰なんだけど、あれの元となってる石灰岩でできている地形が表面に現れてきて、こう、ね、ちょっと見えますけど岩場みたいのがちょこちょこ見受けられるのがカルスト。なんかに日本にはこう3カ所、三大カルストって言われているところの一番標高が高いのがここなんだそうですね。本当になんかアルプスの少女ハイジに出てきそうな感じの、いやーなんか心洗われるような感じでいいねここ ね、うん、夏なんかは避暑地になるらしくて、今ちょっと秋なので寒いですけど、冬はもう雪で入れません。前回 Nボックス持ってる時来ようとしたんだけど、全然知らなくて行ったら途中でもう冬季閉鎖みたいな、入れなかったっていうのがありましたね。あの時だったあれだよね、あのさ四国カルストみたいなこう道路標識がさ、道路標識の上このぐらいが出てるだけだとさ、あ全部下埋まっててね、そうそう、で雪に戯れて帰ったっていうね、その時はね、それ以来です、いやーすごい、絶景本当。なんか穴見たくなってる。 UFO 漂着地、いや噴火口でもないだろうし、なんだろうね、三大カルストのもう一個秋吉台の下には鍾乳洞があったりとかするんだけど、もしかしたら鍾乳洞みたいのがあったりとかするつながるところなのかな。ナウシカみたいだね。そうだね、すごく風の音が優しく聞こえるから、なんか世界が違うって感じ。そうね、おっちゃんこれが石灰、石灰岩だね。これってさ地面に絵描いたら描けるってことなのかな。あーアスファルトに、ろうそくみたいな感じで。あ、そうそうそう、あ、そうじゃない。まあやっちゃダメだと思うけどね。いやない、これが特徴的なんだね。